僕はあとね友達が天理教に入ってました。年に一回とかお母さんと一緒に、うん、天理神天理神ってなんか行ってました。あそこはすごい三千五百十字の礼拝所がある。うん、行ったことないですか？いやないですないです。っす <laughs> 僕はないですけど。 僕はあの別にあの宗教現象学じゃないんで。<laughs> っていうのは、天理教はその教会本部っていうのはあるところは、人類が生まれた場所だっていうふに言ってるんです。だからみんな、みんなの故郷なんです。だから二十四時間、三百六十五日空いてて、誰でもいつでも入ることができる。なんかそれ聞いたほうがいい。絶対行った方がいいですよ。ええ。 10以下の新宗教の信者数も出さあの出さけどパフェクトリバティ教団とかね高校野球で有名でしたよね、えー、一時期までは高校野球でも有名だったんですけ、ね、桑田増美さんとか、ね、桑田さんとか清原さんとか,、はい、んとかね、はい。これ、PL の教えというのは基本的にはどういった教えになるんですかこれ神道,神道です神道,あ神道系,神道系、はい で病をなんかこう代わりに引き受けてくれるみたいな、はいはい、そういうことで割と病気とか、うん、それで病院作ったりとか、うん、それから人間ドックのなんかクラブみたいなの作ったりとか、うん、割とその近代的なやり方を取ってたところです、ねはいうん、ああそれで高校野球もやってたんですかそうですねゴルフとかそういうのにやった要するにだって人生は芸術であるっていうのの競技の中心だん、ね、やっぱりひ東の立正校生会西の PL、はい あそんなんこれがだから創価学会と対抗している巨大教団ですね資金はその会員の人からの会員費っていう以外にどういう寄付とかどういうとこから集まるまあ献金がやっぱりどこの教団も大きいですよね、うんうん、でも両方ともじゃあやっぱり創価学会には、まあ、勝てなかったわけですねまあそうですね創価学会の勢いは、ね、ちょっっと半端じゃなかったですそれはやっぱり選挙の集客効果が高いとかそういうことですか うん、やっぱり若い人がもういっぱい入ってきましたからねから特にその高度経済成長で地方から出てきた人たちがターゲットになってだから「金の卵」って言われた集団就職そういう人たちが入ってったんですよでその数がすごく多かったんで創価学会ももう急速に拡大していくで創価学会やっぱり地域に根を張ったんでその地域共同体としての性格が結構強くなる だから商売してる人だと同じ会員の人が買いに来てくれるとかうん、うん、そういう構造を作り上げて、ねはい、そこは強い。はいはい。新宗教の中で特徴的なこれ信者数が出てるんですけど、はい、この中であのちょっと特徴的なですね、えっと、宗教とかだか政治と宗教ってことで言うと逆なんですけど。はい、政治と宗教に 関係しないのが新入園,新入園、はい、ここは93万人ぐらい4万人ですかこれ、うん、そのぐらいの信者がいて、はい、実際にこれもいるというで新宗教の中でまあ実質この数っていうのは実は実数で、はい、昔200万とか言ってたら世の中から叩かれたんで、はい、これだったら実際の数を発表した方がいいっていうんで、はいうん、今この数が。 コンピューター関係もね、芸能人とか入ってんですよ<ー>結構。で芸能人が入ってた頃に叩かれたんです、はい。結構入ってますよね。そうそうそういう人たちがまああんまり表に出なくなって、はい、で今は政治に関しては一切関わらないっていうのが、はい、方針。